かゆすぎるよ。花粉が。あ、花粉か。もう、やばいわ。マジでずっとかゆい。マヌカハニーで治りました。マヌカハニーで治んの？あれ、花粉って。抑えるんじゃなくて治るの？マヌカハニーでもう、収まりました。塗るの？マヌカハニーは。いや、ゆっくりの飲む。ゆっくり。千鳥よう、うすらとんかつ。あれと誰ですか？嘘でしょ。俺か。名はうちはサスケ。サスケだった。サスケだった。サスケ来た。サスケ。しかも結構後期のサスケだな。何を見てんだ。いや何を見てるっていうか、普通のうすらとんかつ。うわ。ああ、でもサスケだ。サスケか。本当にサスケか、うすらとんかつ。どっからどう見てもサスケだろ。うすらとんかつ。うすらとんかつってでも言ってるけど、サスケかな。こんな、まあ見た目、まあまあ。ちょっと線は太い気はする。だから、あの、ルナシの深夜さんみたいな。ドラマの方、どっからどう見ても忍者のサスケだろ。サスケ忍者統治法の忍者のマークとかあります？ああ、一応あるんだ。じゃあ、ほんまのか。普通に考え調理してる。普通に見せてくれた。なんだ、疑ってんのかよ。疑ってるっていうか、まあ、急に来て変なおかしなこと言い始めてるんで、ね、やっぱり。本当かなって思っちゃうの、うん。しょうがねえな。じゃあ、証拠を見せてやるよ。え？証拠だよ。サスケである証拠。ビビんじゃねえぞ。ビビサスケそうだ言うから、ありがとう。握ってないな。術？トラお、やばい、やばい、嘘でしょ。カトン、合格の術。え？あ、ちょっちゃ、どうだ。ちっちゃ。いや、どうだって言われても。まあ、今の完全にカトンくんだけど。もうなんか、陰遅かったし。完全にサスケだろ。いや、まあ。カトン合格の術を出すってことは、俺はサスケだ。いや、まあまあ、代名詞ではあるけど。そうだろ。でも、まあ、僕見てた加藤光景もっと威力エグかったっすけど。めっちゃでかいよ。ドカンみたいな。そう、本当に。まあ、あんまり大きすぎると、この家燃えしまうからな。調整したの？ちょっとシャクラ抑えたんだ。あ、配慮してくれてる。じゃあ、もう少し上げてやろうか、シャクラ。おい、マジっすか？いけます？もっと。いけます？じゃあ、シャクラを練ってやろう。あ、ちょっと待ってろ。ちょっと待って。シャクラを練る。もう結構ね、走りながらとか、チャクラ練れてた。いや、何してんの？何してんの？チャクラ。今、チャクラを練ってるぜ。だって、最後。ごそごそやって。最後、触んじゃねえ。触んじゃねえ。触っちゃってるけど、大丈夫？ねえ。うぜえって。うぜえって。ねえ。おい。やっぱりお前、うざいよ。いや、まあ。俺なの？俺が。それは、うざいよ。ちょこちょこでもサスケワード出てくるんだよ。出てくるけど。寝れたぞ。うぜえって言ってたけど。もう一回行くぞ。すまっ、トラせんだよな、今。カトン合格系の術。さっきより、あ、ちょっとでかくなってる。ちょっと大きい。ちょっとでかくなってる。な、サンスケ。サンスケ？サンスケ。サンスケさん。サンスケだろ。スーパーのサンスケ。知らねえ、誰だ、そいつ。完全にサンスケだろ。あ、今結構相当練ってました？だいぶ練ったな。いや、あれ、あれ大きい。いやいや。いや、でも意外と大したことない。チャクラ少ない。大したことねえだと。うぜ。いや、うぜ。うぜな、お前。全力出すからみたいな言うから。なんだろ、全力じゃないですよ。ああ、分かったよ。ああ、もうちょっと、もう少しチャクラ寝ろうかな。チャクラちょっと、ああ、やべ。やべ、チャクラ寝そうな。何やってんの？チャクラ、あったノリでね。ああ、これやばいやばい。え、何？え、ああ
そんな目バキバキやばうわどうだよそらとんかちいや完全なチャクラだ完全なチャクラ完全なチャクラ加藤豪華系だから使い方変なんだよなチャクラチャクラ見せてるんじゃないじゃん今めっちゃ出た生きりんきゃんだめっちゃ出た母は言うなよ気持ちいいキモいやめろキモキモいななんだよえなんだよあおやべえ時間だ時間何のやべある男殺しに行く時間だある男殺しに行くあ、言ってるイタチーズッツキしてた遅っ、ナルト走りだいや、イタチの復讐あんなバイトみたいなめっちゃスケジュール管理されてるのに結構してんのかな思い出したかのようにあ、あ、江頭さんじゃんいや、懐かしい帰り方江頭さんなんだめちゃイケでよく見たよバイトの時間だサスケ2時50分